皆さんお晩でございます。挨拶は時間の関係でするなと言われたんですけども、一応メンバーをちょっと紹介したいなと思いまして、お手元のパンフレットにアンサンブル演奏者ということで名前が書いてあります。今呼びますので、一応立ち上がってお辞儀をしますので拍手をお願いいただければと思います。それでは第一パート、岡田雅夫。小石義雄。後藤邦雄。難しい字なんですね。国をと呼びます。それから柴田修。こちらも難しい呼び方です。それから鈴木光恵。星春恵は先ほどご紹介したようにちょっと急に出演できなくなりましたのでご紹介だけにしておきます。それから、後藤明子。後藤さん絶対でございます。ただパートは別なんですね。うちでは仲良くやってるようです。それから武藤恵梨香。大変若々しい人です。今平均年齢68歳なんですよ。で最高齢者がなんと、基準77歳で、こちらはまだ運歳で平均年齢を下げております。はい、それから若林昇。第3パート、平間義正。そして私、板橋正史です。今日は本当にお三人がお運びいただいて大変ありがとうございます。そして本当はプログラム90万円したんですけども、90万円、とても足りなくて、去年は80万円でなんとか完登だったんですが、こんなに大勢の方いらっしゃると思いませんでした。今日はどうもありがとうございます。そして我々ご覧の通りのメンバーで、非常に若々しいメンバーですが、体の方はちょっと年齢相応でございます。それでも皆さんの励ましとか家族の支え、それから土井先生の熱心な指導でここまで来れております。これからもよろしくお願いします。